高校ハイキュー部冬の強化合宿昼練お越しいただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を担当しますのは大阪 MBS からやってきましたアナウンサーの鈴木健太です。どうぞよろしくお願いします。よっ、お願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは改めて本日出演者の皆様から自己紹介そして意気込みを伺っていきたいと思います。まずは村瀬さん、お願いします。はい、皆さん元気ですか？はい、本当にこれだけたくさんの方にお集まりいただきましてすごく嬉しい次第です。今日はいろいろとちょっとね、いろいろと本当にてんこ盛りなので皆さんにも最後までお付き合いいただきたいなと思います。ぜひ楽しんで帰ってください。はい、ありがとうございました。では続いて石川さん、お願いします。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。影山飛び役石川海人です。こうしてたくさんの人たちが集まってほぼほぼカラスのメンバー勢ぞろいというところで、イベントできるのが初めてなので僕としてはすごい嬉しく感じております。今日は皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続いて日野さん、お願いします。おお、ありがとう。あれ、はい、沢村大地役日野聡です。今日はお父さんなりに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続いて入野さん、お願いします。入野美優です。菅原浩志役です。よろしくお願いします。はい、お願いします。では続いて林さん、お願いします。はい、田中龍之介役の林優です。今日は楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続いて細谷さん、お願いします。東根朝役の細谷義政です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続いて岡本さん、お願いします。おっしゃー、西東映予約岡本と僕らみんな声出していくぞー。はい、よろしくお願いします。では続いて内山さん、お願いします。はい、月島契約の内山幸喜です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続いて斉藤さん、お願いします。はい、山口忠役の斉藤相馬です。皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。という豪華な面々でお送りいたしますが、これ配給の声優の方々集まるのは結構久しぶりになりますか？いかがですか、石川さむらさん。僕と村瀬さんは割とそのイベントがあったりとかラジオがあったりとかでお会いしてたんですけど、そうですね、これだけ勢ぞろいになるのは久々かもしれないです。かなり久しぶり、はい、でもね、観客の皆さんももう出てくるなりもう大丈夫ですか？泣きそうですけど、ダメですよね、ダメですよね、呼吸整えてね。でも先ほどね、村瀬さんからお話ありましたけど今日は盛りだくさんの内容となっていますので、皆さん最後までお楽しみください。よろしくお願いします。
さあ、それではここで皆さんの掛け声でイベントを早速スタートしていきたいと思うんですが、日野キャプテン、何でございましょう。お願い事があるんですが。何でございましょう。試合前のいつもの掛け声お願いしてもよろしいでしょうか。いつもの方ですか、今日のイベント用の方ですか。それでいつもの、いつもの方でいいんですね。大丈夫ですか、ちょっと面倒くさい感じになったんですけど。すいません、お父さんちょっと面倒くさいんですよ。すいません、もうあの日野さんのご判断に任せます。はい、じゃあ、はい、イベント用の方でいきましょう。あ、お願いします。すいません、そちらで。はい、はい、では準備はいいですか皆様。はい、はい、OK、 いいでしょうか。はい、OK、 です。じゃあ俺についていってください。ハイキュー冬の強化合宿お願いします。お願いします。さあ、それでは強化合宿スタートでございます。さあ、それではまずは事前にですね、キャストの皆さんにご協力いただきましたハイキューのアンケートをもとに作品の魅力を掘り下げていきたいと思います。まず最初のテーマはこちらでございます。お気に入りのシーン持ってこーい。さあ、ということで今回の昼練では1年生のキャストの皆さんにそれぞれ一つずつお気に入りのシーンのワンショットを選んでいただきましたので、そのシーンとともにエピソードをお話したいと思います。それでは皆さん、後ろに椅子がございますのでお座りください。さあ、それでは早速見ていきたいと思います。まず最初のシーン、こちらでございます。はい、ということでこちら皆さんね、印象深いと思いますが、このシーンを選んだ方はどなたでしょうか。はい、選んだのは村瀬さん。はい、はい、僕です。はい、このシーンを選んだ理由というのは、はい、あのこのシーンはですね、最終回前のところなんですけど、まあ、試合に負けた後の青葉城西と戦ってて、はい、でこれでも顔のチョイスがちょっとなんか怖すぎません。 なんであえてこの日向の顔にしたんですか。これあれです、もっとカットはあったと思うんですけど、もうちょっとなんかちょっと影山に話しかけるところぐらいで穏やか、もうちょっと穏やかそうな顔のところでもよかったなと思うんですけど、でも選んだ理由としては、はいはい、あのお芝居してた時のことがすごい印象に残ってまして、普通結構こういうとこってすごいかぶってかぶってっていう感じで行くので、はい、どっちかをちょっと一回別にしておいて、はい、先に取ってその芝居感を受けてこうやるみたいな流れが結構、相手 の, その呼吸っていうんですか、はい、あ、そうですね、まあ、そういうのを、なるほど、まあ、覚えておきながらこうやるっていうのが多いんですけど、ここのところは、はいはい、あの同時に結構こうグッて掴みな、日向が掴んでる時に、あの息かぶっちゃうのとか気にせずに一緒にこうやったところで、はい、あ、そうなんですか、はい、あのテストの時にもしかしたらあのかぶっちゃうから後で別になるのかなって思ってたんですけど、それがちゃんとあの本戦でもちゃんと一緒にやってくださいっていう風に言われて、はいはい、で、あ、なんかそれだけ結構ここでグッとちゃんと本気で影山のことを、影山に対してなんか自分で思った気持ちとかをぶつけないといけないんだなっていうのをより考えさせられて、で、まあ、オンエアで見た時もすごく絵の方のフォローがなんかこう裸足だったんだとか、いろんなところで印象に残ってたので、ここのシーンを、まあ、選ばせていただきました。なるほど、はい、これ実際収録の時はいかがでした、石川さん。これ怖かったですね。怖かった、あんな顔だしね。まあ日向の気迫もそうなんですけど、まあ、村瀬さん自身の気迫もあって、はい、僕はマイク前でもう影山と同様おーおー顔ってなってました。なるほど、はい、もうこれグーッという気迫というんですかね、そういうのにちょっと押される感じで、ちょっと怖かったですね。なるほど。でもまあね、影山とやっぱり日向っていうのはずっとその喧嘩みたいなことをずっとしてるわけじゃないですか。で最後になんかね、そのまあその非常に意味のある喧嘩とかやり合いがあるっていうのはね、結構シーンも選ぶの今までも意味なかったわけじゃないですか。そうですね、ちゃんと意味ありましたね。ちゃんと意味ありますね、意味ありました、意味ありました。村瀬、はい、さんでも選ぶの結構苦労したんじゃないですか、このお気のシーンっていうのは。そうですね、本当にあの、まあ、日向影山だけじゃなくていろんなキャラクターに本当にいろいろエピソードがあったので、はいはい、なんかそれを踏まえても、まあ、でもここかなっていうふうに結構思って選ばせていただきました。なるほど。これはね、あの先生のその後のシーンというかセリフもね、非常にその印象深い、うんうん、ね、負けは弱さの証明じゃないという言葉もありましたけれどもね、はいはいはい、本当にね、最初の、まあ、最後の方ですね、の重要なシーンということでございますが、さあそれでは続いていきたいと思います。続いてこちらのシーンでございます。はい、ということでこちらもそうですね、24話、先ほどと同じ話数ですけど、これを選んだ方は
内山です。内山さん、おすいません、すごくあの目線がバシッとこちゃ来たんでちょっとドキッとしちゃいました。チョイスしました。ありがとうございます。このシーンを選んだ理由は、ここはやっぱり原作読んでても、はい、あのグッとくるシーンだったので、アニメだとどう表現するのかなと思ったんですけど、うん、こうなんだろうな、原作そのままでもあるし、アニメなら、はい、映像ならではの表現にもなってるし、こうみんなの食べ方とかですね、はいはい、好きなのが日向がね、あの、はいはい、もう負けちゃって、うん、もう意気消沈して食欲も湧かない感じで食べ出すんだけど、ご飯が美味しいので表情が変わるところとか、ね、そうですよ、なんかあパクって食べたらあ美味しいってなって、でなすごいみんな食が進み始めるところとかね、うんうんうん、いろいろな感情がないまずになってるのがね、まあ、ツッキーは泣いてないんですけどね。そうですよね。目あの全然ちょっと悔しそうな表情してるんですけど、あくまでやっぱ泣かないという。そう、僕と清水さんはね泣かないんですよね。あと西野家のご飯が超大皿だっていうのがね、ガタするからねやっぱりね。あれをさ、お相撲さんみたいにこう上にこう上げてたでしょ。あ、そう、カカカカカって言ってね、あれででかくなればな。そうあ、そういう願いが来てる。いかが食べ方のスタイルがすごいなっていうね。それぞれのキャラクターごとにこう食べ方が可愛らしく描かれていてですね、はいはい、そういう意味でも印象深いかなと思いまして選びました。なるほど、はい、さあそれでは続いてのシーン見てみましょう。続いてはこちらです。さあというわけで、もうこれは誰だろう、誰か、まさか、もう聞くまでもないような気もしますが、これはちなみにどなたが選ばれたんでしょうか。はい、僕です。やっぱりね、斉藤さん。なるほど ね、 ね、選んだ理由を、ね、教えてください。あの、なんだかすみません、自分のシーンを選んで。いや、そんなことないですよ。4個は全部こう自分がボー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 相当な自分のキャラで、ね、これ僕がチョイスしたみたいになってますけどね、この絵は。絵はあのチョイスしていただきましたけど、いい、あの、いや、一応弁解させていただくと、あの、いや別に弁解でしょ、実質誰も誰も責めてないよ。違う、複数シーン一応提出した結果、これが選ばれたということで、まあまあまあ、そういうことね。まあ、でもやっぱりその山口くんとしてもすごく、彼の、まあ、これからの、さらなる彼自身のこう成長とかにもつながってくるような、すごく、重要なシーンだったし、やっぱり、一番その心に残ったのが、大地さんに向かってすみませんって謝りかけた時に、次決めろよっていう、それでもうその一言だけでなんか気持ちが次につながったっていうか、はいはい、それはすごいなんかこう、あ、すごい今気持ちをもらったなっていうのが自分の中ではすごく印象的だったので、選ばせていただきました。はい、でもやっぱりその日野キャプテンの一言で救われたというか、そういうところはありましたよね。うん、いや、本当に大きい一言でしたね。逆にあれがなかったら、そのどんどん自分の中であの気持ちを落とし込んでいたかもしれないので、日野さん、このシーンいかがですか。改めて振り返ってみて。そうですね、あの、結構山口って前半試合に関わることがなかったので、ここでやっぱり見せ場っていうところだったので、その中でもやっぱ山口って同じ位置の中でもちょっと自分まだ遅れてる、みんなよりもスタートが遅れてるって思ってるところがあるので、そこでなんか伸ばせる、もう一歩踏み出せる、そんななんかものを与えられるようななんか包容力が出たらいいなとは思ってたんですけど、なんかそれが伝わってもらえてたみたいなので嬉しい限りでございます。まあ、結構かける言葉も難しいと思うんですけど、うん、そのトーンとかもやっぱり結構難しいですか。そうですね、どうですか。厳しすぎず、甘やかしすぎずみたいなところですよね。なるほど。というわけで斉藤さん、こちらのシーンを選んでいただきましたが、続いてこちらのシーン見てみましょう。はい、なんか何も映ってないじゃん。すいません、あの、これは何、誰、なんか誰かこの王冠の王冠の声とかやった、誰か、ほら毛布の声とか誰かやった、これだから、声は誰出ましたっけ。誰誰誰、これ選んだの誰。はい、僕。はい、これ選んでくれたのは石川さんです。まあ、1年生キャストの皆さん、そうですね、謝るからなんか僕も謝んなきゃいけないみたいな。いやいや、すいません、なんか自分の、キャラのシーンになってしまって申し訳ないです。そういうコーナーですから、僕はですね、このシーンで本当にやりながらもキュンときましたし、はいはい、その家で台本を読んでる時もすごく泣けたので、そういう意味でこう自分にいい刺激が来たシーンだったので、選ばせていただきました。僕も弁解しておくと、いくつか挙げたシーンのうち一つだったというだけですよ。弁解しなくていいです。たまたま、たまたまね、たまたまこうなっちゃっただけなんで、はいはいはい、
でもやっぱりトビオもね、いろんなシーンありましたけれども、はい、迷ったんじゃないですか、だいぶこの一つシーンを選ぼうってところで。そうですね、まずその、まあ、大体日向とのシーンがいいシーンなので、はい、その、まあ、2人のシーン上げるのもいいかなと思ったんですけど、まあ、それはきっと村瀬さんがやってくれるだろうから、じゃあ僕は自分勝手にやろうと思ってその読みは当たってたね。当たってた。そして当たってたから、ある種連携プレーとしては、はい、なるほど。でもまあセッターとしては、ね、やっぱり菅原さんという、ね、キャラクターがやっぱり対になるというか、はい、ね、キャラクターですけれども、はい、こちらのシーン見ていかがですか、入野さん。いいと思います。入野さん、もうちょっとなんかないですか。ね、もうちょっとなんかないですか。石川海人君、はい、いいと思います。なんですか、石川海人さんという人間性がもう、ね、いや、それはどうかは分かりませんけど、あ、それはまあ、分かんないですね。いや、でも本当にあの、はいはい、一緒にあの掛け合いするシーンとかもね、あったので、まあ、ああいうシーンも選んでくれるのかなって僕は期待してたんですけど、いや、そこも、3つぐらい選んだうちの1つ、交代するとことかね。あそこね、まあ普通はそこかななんてちょっと絡みのある、やっぱりね、あ、入野先輩、やっぱりこれはやっぱり後輩としては、まあ、やっぱ先輩との絡んでるシーンを選ぶのがベストベターだった、まあだろうなというところね、ですよね、だいぶね。そうだね、だから山口いいよね。山口はね、ちょっと先輩のところちょっと絡んで話してたしね、はい、キャプテンあってこそのシーンだったね。あの、やっぱりマントを脱ぎ捨てたきっかけっていうのもね、やっぱり、ね、菅原さんのあのうちの連中はっていうところで ねありましたから、やっぱじゃあセッター交代だね。まあ人間性的にはね。厳しい、厳しいな、イベント中に怒られてるよ。しかさ、これが合宿ですよ。合宿か、これが合宿です。来たよ来たよ。でもコミカルなシーンもね、トビオ結構ありましたけれども、いかがですか、そういうところで言うと、ネコマのね、最後の試合が終わってから、はい、ね、あの研磨と、ね、はい、その接触しようとするシーンのね、 はいはいはい、あのシーンがすごく個人的に面白かったというか、あのシーンもね、面白いですよね。うん、何も浮かばなかったよ、お前。だからお前カジ君に謝れ。カジ君元気？カジさんごめんなさい。あの一人になったんじゃないのとかね、なったことないのかとか、どうやってセッターいつからやってるんですか。あれね、あのセリフも本当は台本上なかったんですけど、はい、これはちょっと二人でやってるラジオでもちょっとお話ししたんですけど、本当は台本上なくて、でもどうしてもねじ込みたかったんで、ねじ込んだらこう絵の人たちが動かしてくれて、あの口パクとかも、だからもう僕としてもすごく印象に残ってるシーンで、あそこも上げとけばよかったなって今になって後悔してます。はい、別にあのね、たくさんある中でということですから、ではい、というわけで今回あの王様の冠するマントをね、脱ぎ捨てるというシーンを、はい、選んでいただきましたが、続いてのトークテーマはこちらに行きたいと思います。続いてはこちらです。私の演じた〇〇は実はホニャララなんです。はい、結構コーナータイトルとしては非常に長いですね。なんですけれども、こちらはですね、2年生、3年生キャストの皆さんにご自身が演じた役を振り返っていただきましてですね、実はこんな苦労がありましたですとか、あと他のキャストの皆さんが知らないマル秘裏話をお話していただくというね、結構ハードルが高いようなね、そういうコーナーになっておりますけれども、順番にお話を聞きたいと思います。まず一つ目、こちらでございます。実はいいところのお坊ちゃん、あ、お坊ちゃんかということ、どうしました？ごめんなさい、なんでもないです。お坊ちゃんだと思った。なんだと思った、むしろお坊ちゃんかと思った。すいません、可愛いアピールか。これはお坊ちゃんでございますね。はい、すいません。これを選んだのはどなたでしょうか。あれ、誰もいないの。2、3年、まあ、すいません、ちょっと面倒くさいのがいまして、ちょっと面倒くさいのがいまして、誰ですか。俺か。なんだよ。かぶるわけなくない。俺でしたよ。みんな本当知らないんだから戸惑っちゃってるじゃないですか。俺でした。すいません、ヒロさん、僕も焦りました。僕です。ヒロさん、これを、はい、でチョイスしていただきましたけれども、これは実はいいところのお坊ちゃんというのは、この心は何でしょうね。大地って、はいはい、勉強も運動もできるじゃないですか。そうですね。で、はい、何よりもすごくやってて毎回不思議に思ってたところが、はい、部活後にみんなに肉まんをおごるんですよ。ああ、そうだ。で、高校生でみんなにですよ、はいはい、みんなに肉まんをおごるって結構金的にはきついと思うんですよ。まあでも、まあ、1000円超えるでしょうね、高校生って。そうなんですよ、でかいよ。うん、そこ考えたときに、あれ、もしかして実は
いいところの出なのかな。なるほどなるほど、とふと疑問に思ったんです、なのでクエスチョンがついてるんです。なるほどなるほど、もしやそうなのではということなんですね、はい。まあでもおごるといえばね、アイスをおごってた先輩も中には、中にはいるんですか。岡本さん気づいてましたね今ね。はい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 、はいはい、そうですね、アイスをね、やっぱりいや、まあ先輩って呼ばれたいですからね。そうですよね、なん、はい、としてでもお金で先輩って呼ばせるって。そんな子じゃないよ西野屋は。そんなことないよね、ありがとう、否定してくれて。そんな子じゃない、そうなんです、はい。でもなんかおごるって言ってもやっぱりなんかそのね、その性格が出るというか、非常にそこにやっぱりキャラクターの、そうでしょうね、はい。だからね、朝日さんとかもね、なんかおごるとしたら誰におごるとかありそうですけど、なんか これでいいかなとか、なんか迷いながらおごってそうですよね。あ、なんかバニラとチョコ、西野屋、どっちだったっけ。ソーダ味。そうそう、あ、そう、ごめん、ごめんねっつってごめんね、買い直してくるわみたいな、そんな感じしますけどね。やってくれそう、なんか悩んでる間にアイスが溶けてしまいそうですけどね、なんかね、そんな感じもしますね。さあ、それでは、続いてまいりましょう。続いてはこちらでございます。実は負けず嫌いということで、このキャラクターは一体誰でしょうか。もしかしたら僕かもしれない。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらって人他にいます。いや、俺じゃないよ。ああ、じゃあ俺、僕俺じゃないよ。あ、ごめん、俺2つ出したかもしれない。え、ホセさん、僕じゃないですか。いや、わかんない、え、ホセ、違う、本当にわかんない、誰なんだよ。わかんない、わかんない、誰だろう。早くしろよ。え、誰、本当に誰。本当ですよ。鈴木さん誰ですか。じゃあ、ホセ君が負けず嫌いのエピソードがあるか。誰ですか。リアルに誰ですか。誰ですか。あの、いいですか。はい。これは、イリノさんです。やっぱ僕は。前じゃねえかよ。イエイ、勝った。勝ったじゃないか。ホセは忘れてる、忘れてる、忘れてるだけ。超めんどくさいな。イリノさん。なんだよ、これ。ドキッとしますから、本当に。ね。あ、すいません。変な性格。まあまあ、正直なところは、まあ、原作のね、先生ではないので、実は何々っていうのは、まあ正直、なかなか思い浮かばなくてですね、まあ、みんながこう知ってる状態のこう情報の中で僕たちもやっているので、はいはい、これ何かなと思ってはいたんですけど、まあ、一つとしては、まあ、みんなね負けず嫌いじゃないと、まあ、確かにこう選手としてはいけないとは思うんですけども、まあそうですね、その表に出た負けず嫌いというのはもっと内に秘めているものがあるという、そこが菅原のかっこよさなんだよっていうところを表したくてですね、負けず嫌い、特に何でしょうね、ちゃんと正面切って、はい、海人君にですね、俺も試合に出るんだっていうシーンとか、ああいうところはね、やっぱその負けず嫌いというか、いうところが出てるのかなっていうふうに思います。なるほどなるほど、はい、でも他のキャラクターでいうとやっぱり野心がそのむき出しになってるキャラクター非常に多いですからね。そうですね、まあ、でも脳ある鷹はやっぱ爪を隠すんでしょうね。それがやっぱ人気キャラのゆえんですか。はい、人気キャラのゆえなんですよね。自分で言うか。ちょっと言ったから俺は繰り返しただけだよ。いやいや、今のはなんか私は人気キャラですみたいな感じ。そんなことないですよ。いやいやいや、なんかちらほら皆さん、なんか菅さんの人形持ってる方結構多いですよ。いやいや、そんなことないですよ。いや、みんな菅好きですよ。多分ここ今俺はこうやらしいよ。あ手振ってるけどさ、菅好きな人、はーい。ほぼ全員だね。ほら、全員だ。すごい。もうじゃあもうさ、俺ら知らないじゃん。もういい、帰ろうぜ俺ら。帰ろうぜ、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 帰ろうぜ。待って待って待って、俺のちゃんと引き立て役としてちゃんとみんないてくれ。いじかろ、待ってよ。芸人みたいにみんな立ち上がっちゃってさ、ほら。わかった、カイト、え、セッタ。あ、やばい、やばい、人間性を疑われた。死別で勝ち取ったぞ。すいませんでした。どんどんキャラがいろんな方向に何かいっちゃってます。すいません、菅はこんな人じゃないんで許してください。さあ、それでは続いて、あー、そうですね、この音鳴りました。続いていきましょう。何これ、携帯、携帯切った、みんな携帯誰か鳴らしたの。ちゃんと清子さんアナウンスしてたでしょ。音だ。これは時間が来ましたよって合図で。あ、もう早く次行けってことです。次行けと。巻きの合図、さっさとしろってことだよ。さっさとしろってことだ。喋りすぎた。まだ大丈夫です、全然。まだ大丈夫ですか。時間的には全く、はい、押してませんので。本当ですか、すいません。はい、では続いてこちら行きましょう。実は、はったりかますずぶとさということなんですが、これはどのキャラクターでしょう。これ、僕です。細谷さん。お、さっきの全然違うじゃん。いや、なんか、いや、実際に、ええ
自分のまとめた文章をディスプレイで見るのが今が初めてなの で、 それで僕結構コメント長いんで簡略化されてたらどうしようと思ってなるほどなるほどちょっと似た意味のものには手を挙げてしまおうっていう、はい、似てるのちょっと似てるかなっていう似てないよね似てないでしょ、ま、うんなんだよずぶとさって何なの言ってよずぶとさとはあ、ずぶとさとは、本当は、はい、あの飲みの心臓みたいな感じな の、まあ、なのにそうですよね実はワイルドになりたいとか、なんかこうゲームで負けちゃった後に、はい、みんながこうゲームを俺やるやるみたいになった時に、じゃあ俺もみたいな、はいはい、本当はやりたいのに自分からはいかないけれども、はい、実はやりたいっていう図太さがあるんじゃないかなと、似てるよねそうですねちょっと似てるかもしれないですね吉政君と似てる、うん、似てると思うそういうところはあるかもしれないですねあ、そうですか内山さんノーコメントですよ今日は何でも拾おうかなと思ったんですけどあでも僕もあのさっきのイリノさん、おっしゃったみたいにですね、はいはい自分で作ることができないので、なんとなく自分がやってきたところから推測でしかないんですけどもなるほど、うん、なるほどこんな感じなんじゃないかなと思いますね、でも朝日さんは本当にでもいろんなシーンがかっこいいシーンも当然多かったんですが、はいね、いろいろその青年だとか誤解されたりね、ああそうですね、うん、留年とか5000円でいいよとか5万でいいよとかなんか言ってましたねあれ面白かった、うん、あれ面白かった、ね、これあのエースだって打つとこの絵がすごかったよねああなんか目に光がね、うん、あの一撃がタッチになるやつ、ね、そうそう大友克洋さんの映画みたいな、うん、これちょっと僕商品名は言いませんけど、うん、バイクがブーンって走ったらなんかこうライトがブーンってなるじゃないですかあれ知らない、うん、あネオ、ね、ネオ東京ね伝説の作品ね、あんな感じになってたでしょみたいな説明いるじゃあ今のカットでお願いします、はい、というわけで、まあ先ほどそうですね、はったりかますずぶとさということで、ね、意外な側面を挙げていただきましたけれども続いてはこちらいきましょう続いて実はS っぽい何が言いたいのこれはい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 、はい、何言ってんのえこれはあのなんでハートこれ僕いやハートは僕つけてないんですよえこれ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 絶対余計なことすんなよほんまバラエティ的なあれですよえで S っぽい M って何なのあだから僕も分かんなかったんですよミュウ君の言う通り、うん、よく分かんなかったからなんとなくで、うん推測で言った結果その、うん、結構叫んだりしてまあモップにも S だったりするんですよ折ったり結構強気なんですよね物に対しての S もう、野谷さん結構強気なんですけどそうですねやっぱ田中さんと、はいはい、その、うん、清子さんに対して届かぬ思いを、うん、声を大にしていく姿、うん、まさに M だなって思いながら、うん、はい、あ、まあそうなるとね、俺も M になるんだろうけどねまあ、やっぱねなんか生粋の M って感じだなって僕は勝手になるほどね田中さんは、うんうんうん、で、さらに肉体的にも結構あざだらけのシーンとか結構似合っててあ、そうです。似合っててってどういうことですか？傷を負うってかっこいいじゃん、男的にも。あ、なるほど。で、そこら辺の痛みにも強いところが、もしかしたら M かな。あでも痛み強いけど、痛み好きなわけじゃないかもしれないからねそうなんだよ、ね、好き嫌いは、まあね、だから、うん、作者さん、正解を教えてくださいお願いします僕じゃ分かんないですS っぽい M と、はい、いうことで、はい、まあでもあんだけストイックにいくってことはねはい、その要素はあるよねそうですね、うん、自分に対して S で、ね、まあ M なのかなっていうのはありますけどね、うん、はい、はい、さあそれでは続いてまいりましょう続いてはこちらですうそ、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘マジっすか打ち合わせしてんじゃないよまさかこの流れで来ると思わなかったんですよすげえ、まあ、すごいまさか S か M かの味方で二人でね全然仕組んでないですよ仕込んだんでしょ、そんなんでしょマジで話したんでしょいや話は本当話びっくりしたわ本当そういう作品じゃないんだよ配給はねえやめろよ高校生のアニメだからねそうだよ、だからあんまり受け答えてくれなかったんですねそうそうそうどうしよう次多分来るなとか思えないからうつうつとわかりやすいなそうそうそう僕もいろいろ把握してるんですけどあ、言っちゃったと思ってそうなんですよこれは、改めて聞きましょうまあもう田中の一つ名言でね清子さんに、はい、ガンムシ興奮するっすみたいなねああいうセリフがあるじゃないですか、もう まさにもう分かりやすいほどのド M だなとはいでやっぱりあの収録とかもね演じさせてもらってですね、はいはい、やっぱ日野さん演じる沢村さんにね怒鳴られるとちょっとねなんかねざわつくんですよ俺の中でえ、どういうことですかざわつくってのは林さんが
心の虫が叫ぶんですよ、僕の中で。何言ってんの？そう。それ林さんがどういうこと？林さん、ね、林さん、何言ってんの？いや違う、ちゃんと田中っていうフィルターを通して、はい、芝居をやってる時にざわつくんです、うん、あ、なるほどなるほど。だから映ってる時にどういう、だから俺が M じゃないと思うんです。はい、逆に林さんの M 線が田中に移ったってことはないですか？あるかも。あるんすか？ねえ、でもあれですよね、あの朝日さんのスパイクを受け止める瞬間に泣きながら嬉しがってましたもんね、うん、そうそう、うわーみたいな感じで、そう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 、ああいうの見てるとやっぱりド M だなって僕はずっと思ってた、うん、いやいや別にあれ受けたくて泣いてるわけじゃないから。あ、違う違うね、解釈やめてそれ。ただの変態集団みたいになっちゃう。当ててくださいって、ね、まあでもまあこうブロッカーとしてはかなりいい素質かもしれないよね。まあブロッカーではないけどね、ないからね、ね、うん、そうそうそう、まあ実は〇〇なんですというテーマだったので、まあこれ意外性っていうところで言うと、あの皆さん分かってたことでもあったような気もするところはあるかもしれませんけれど、うん、いやでも林さんがド M っていうのは僕意外でしたね。あ、確かに、本当、そうですよ、そうだったって知りました。それはあなたの発見ということで、はいはいはい、さあ、それ続いてまいりましょう。続いてこちら、実は怖いということなんですが、これはどうなったでしょう。実は怖いということなんですが、あと誰、はい、このパターン多くない？誰か分かった本当に分かんなくなっちゃうやつ。みんなみんな言ったよね。どなたですか？ちょっと挙手でどなたか。あれだって相馬くんは、あれ？いやだ、1年生は違う。そうですね、1年は。はい、僕です。誰だ、皆さんお願いします。誰だ？縁の下力役の正俊です、お願いします。はい、え、縁の下、縁の下、うるさい、うるさい、縁の下、そうきたか、縁の下、うるさい。マサトシ君です。改めて大きな拍手をお願いします。いやー、すいません、皆さんありがとうございます。マスダ君来ても席ないよ。え、あ、ないんですか？うん、あ、いいですよ。あ、こんなところに、あ、席があった。あ、あるんですか？いや、いいですよ、俺立ちでも全然参加しますよ。いやまだ、そこ、あのね、カメラに映ってないところなんで。え、あ、いいです、いいです、声だけでちょっと、あの、気になるんで早く座ってください。どうぞどうぞ、こちらにお座りください。芸人みてえじゃないか。あ、よろしくお願いしますね。お願いします。腰低すぎですよ。そんなことないですよ、縁の下は力でございますからね。いや、今回サプライズゲストということですけれども、いかがですか、こちらの。いや、すいません、皆さん。ねえ、清子さんとかじゃなくてごめんなさいね。ねえ、縁の下でございます。縁の下はいつもより元気じゃないか。いやいや、縁の下役はやってますけども、今一応増田俊樹なんで。あの、一応盛り上げようと、盛り上げようとね。もう盛り上がってんだよ、こっちはもう盛り上がってんだよ。いや、なんだかあのコメントをするときに、あ、うん、なんとかって言ったり、あの、なんか振ってもノーコメントの方がちょっと一人一名いたなっていうのを袖で見てたんですけど。内山さんに文句ですか？なんかうるさいな。内山さんじゃないですよ。内山さんに文句だよ。違います、左から3番目の人です。吉政くんはしょうがないよ。僕はちょっと、いや、細谷くんはしょうがないよ。しょうがないんだよ。しょうがない、しょうがないんだよ。誰も討論なってない。細谷くんはしょうがない。それ言っちゃおしまいだろ。そうだよ。そういうあれだよ。いいな、エース、羨ましいな。先輩やぞ、先輩。そうだ、すいません、先輩。おお、どうぞ。やめなさいよ。先輩やぞ。すいません、申し訳ないです。なんか座れ、さっさと。いいよ、座って。オープニングですごい皆さんが出た時に、あれ縁の下の話は終わりだよ。実はなんとか、実はなんとかってやつあったじゃん。え、実はなんとか、実はなんとかって書いてありましたっけ。それだけ発表して。あ、怖い怖い。それだけ一言で言いなさいよ、これ。実は怖いって。なんで怖いって。怖いんですよね、うん、どうすんだよ、この空気。一言って言うたじゃないですか。まあ、縁の下は、上下関係とかもこう先輩にはちゃんと慕ってますし、後輩の1年生にすごい優しいんですけども、うん、アニメの放送してる部分とはまたちょっと違って、原作の先に進めば進むほど2年生の2人に対してすっごい辛辣になっていく縁の下。どん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 目が座っていくんですよね。はいはい、あの縁の下を見ていると、なんだか自分のこの黒い気持ちがなんか意思疎通できてる気がして、大好きな部分なんですよね。黒いんですか？僕ですか？はい、僕は真っ黒です。あ、うん、そこ認めていいです。真っ黒なの？はいはい、縁の下くんは黒いわけじゃなくて、ちゃんと厳しい人っていうことね。はい、マスター自身は？いや、僕は真っ黒。マスターは早く終わらせろってさ。はい、じゃあ次のコーナーに行きましょう。、はい、あんなよ、俺のピークここだよ。
この後も増田さんにはねお付き合いいただきますのでどうぞよろしくお願いします。いいんですか？すいません金が鳴ったのでここまでさせていただきます。というわけで以上、私が演じた〇〇は実はホニャララなんですでした。さというわけでアニメやキャラクターのお話伺ってきましたが、何も変わってなかったですけど、何変わってない、何今の何何の何なのよこの普通に、何の変化さ、普通に人のアップになって音楽流れてるあれじゃない、こうやってやるやつだったなるほどね、なるほど、やればよかったな、なるほどやればよかった。なんかこういうノルマがあるんですかね、なんかね、分かんない、アイキャッチが入りました ねありますけれども、なんかやらないと ねさあそれでは続いてこちら、村瀬さんと石川さん、アフレコ以外にもお二人で俳句のラジオ、はい、そういえばありましたね。そうなんですよ。タイトルはカラスの高校放送部で通称ラジキューと言いまして、キューがどこから来たのか分かんないがためにカラスの高校放送部って本当にそうだったかなって自分たちも不安になる。結構なるほどなるほど、不安になっちゃうんですよ。そうですね、キューがどこについたかって、ね、そうなんですよ、考えてしまって、どこから来たんだろうななんて思ってますいつも、はい、ちなみにラジオを聞いてらっしゃった方、こちらラジキュー、あありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではもう皆さんお分かりかもしれませんが、せっかくなのでその番組の中で行われるゲームを今から皆さんにチャレンジしていただきたいと思います。今回チャレンジしていただくのはこちらでございます。イマジネーションゲーム。はい。これ皆さんどうですか、お客さん、ルールご存知ですか。ご存知ですか。キャストの皆さんはルールは。ご存知じゃないです。ご存知じゃないですか。知らない。わかりました。わかりません。これから、お題を出しますので、せーので一番お題に当てはまると思うカラスの高校メンバーの名前を書いていただきたいと思います。10人の回答が揃ったらゲーム成功とさせていただきまして、成功するとご褒美ご用意しておりますので、こちらを差し上げたいと思います。ご褒美はこちらでございます。モルテンのネーム入りバレーボール。ちょうど欲しかったんだ。これか。岡本さん、ちょうど欲しかった。バレーが上手くなりそうですね。やった。嬉しいですね。やった、嬉しい。これ人数分しか皆さんのお名前が入っているという。今回のためにご用意した貴重な商品でございます。はい、やったー。喜んで、喜んでますよ、ね、皆さん。やったー。みんなも嬉しいよね、こういうサプライズあると、なんで自信なさげなんだ、はい、皆さん力を合わせて頑張っていただきたいと思いますが、はいはいはい、早速進めていきたいと思います。まず最初の問題こちらでございます。カラスの高校メンバーで誰かに悩みを相談するなら誰にするということなんですけれども、まあこれはなかなかやっぱり最初は答えがばらけそうな雰囲気もありますが、これ一択でしょ。そうですか。もういきなり揃うと理想なんですが、鈴木さんそれは間違ってますよ。これ一択ですよ。一択ですか。一択です。ではまず最初ですね、はい、こちらお手元のフリップにお書きいただきましょう。あ、今からですか。今からですよ。あ、僕もう書いちゃいました。書いちゃいました。もう書いちゃいました。早いですね。もう書きました。書きました。一択ですから、これ僕もこれ一択だと思いますね。え、うん、さんも一択ですよね。僕も一択でしたね。こんなもう一択、一択。みんなふざけるのとかやめようね。そうだよ、真剣に、真剣に、真剣に。だってバレーボール欲しいもん、ね、バレーボール、あれ欲しい、超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 欲しい、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しいし、ふざけるのとかやめようよ。ちょっと細谷さんのテンションがおかしいんですけど大丈夫ですか。ちょっと怖い、隣にいて怖いんですけど、なんかいきなりテンションが異常、商品を見た瞬間にテンションがなんか異常な、本当に欲しかった、バレーボールめっちゃ欲しいです、欲しかったでしょうね。だから頑張ろう、怖いな、すごいな、はい、さあそれでは皆さんもう書き終わりましたか。大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。さあそれではお時間となりました。ちょっと紛らわしいわ本当。どうしました今ね、今細谷さんはガンガンと同時に開こうとしましたよ。まだだよ、テンションが今前のめりになっちゃった。落ち着いて落ち着いて、今燃焼モードになってきました。大丈夫ですか、はい、お一人ずつ見ていきたいと思いますので。あ、なるほど、はい、いいですか。はい、それではまずヒロさんからお願いしたいと思います。え朝日なんでということで、そう、悩みを相談するなら朝日、
その心は悩みを相談するじゃないですか、ええ、はいはい、朝日ですから、ええ、ってなるじゃないですか。まあね、ちょっとおどおどする。その姿を見て面白い。面白がる。本質が間違ってますそれ。相談じゃないそれ。え、楽しむってこと。そう。悩み解決ではなく。じゃなく。悩みを相談戸惑う朝日を見て。最低だよ。すごいな。なるほど。日野さんの悩みはつまらない日常なんですね。うん。そんなもん無理くり作れば何でもできる。すごいですね、これ全員揃うんでしょうか。じゃあもう結構不安なんですが、入野さん、はい、よろしいでしょうか。答えをどうぞ。まあ間違いないですよ。すが、すが、まあこれはね、ブブって俺が間違ったみたいな。この時代はね、嘘、全員揃うってないという意味では、ね、誰も欲しかった残念ですが、これちなみにすがさん選んだのはご自身のキャラクターですが、はい、はい、いや逆に聞きたいですよ、本当に、うん、なんでまあまあそうですね、それだと皆さんもなんとなくね、菅さんに悩み相談して、いやいや菅ですよ、やっぱりあの、まあ、アニメ本編中にもやっぱり自分からこうちゃんと声かけに行ったりとか、はいはい、してる姿を見て一番安心しますよね、菅さん。なるほど、なるほど、に相談するのが、はい、はい、まあね、本当にテレビシリーズの、ね、終盤でもやっぱり皆さんね、話をうまく聞きながらその、ね、チームの状況を良くしていくっていうシーンもありましたけれども、はい、はい、菅さんということで、では続いてまいりましょう。続いて細谷さん、よろしいでしょうか、はい、答えをどうぞ。菅ですね。菅、この棒にはちなみに意味は、これまあ朝日風に、なるほど、なるほど、なるほど、感動的なシーン、そうですね、感動的なシーン、いや、やっぱりカラスノのお母さんなので、はい、やっぱ母親にはね、そんなしやすいと思いますし、普通に考えても で、なんかその試合出たいけど、はい、出れない状況が続いてるじゃないですか。そうですね、だからなんかその出たい人の苦労と出れなくて悔しいみたいな、どっちも経験してるから、多分、相談の幅も広いみたいな、なんかいいこと言ってくれそうな感じしますけどね。なるほど、なるほど、うん、何でもね、質問に答えてくれそうというか、ね、そんな感じしますね。お悩みに答えてくれそうなイメージ、うん、優しそう、あと、うん、はい、さあそれでは続いて岡本さん、はい、よろしいでしょうか、はい、どうぞ。はい、僕も菅さんです。いや菅さん、ほら、言うことないじゃないですか、もう菅さん以外いないんじゃってくらい、ないない、ねえ海斗くん、へえいやどうしよういや、こういう回答には個性が大事だと思うよ、はい、うん、そうですね、もうでもやっぱり、いや、もう菅さん以外いないって絶対菅さんいない、もうね、じゃあ石川さんね、どうでしょう答えを。いやでも菅原さんだからちょっと、はい、あ、いや、そうなんでしょだからなんで振ったんだよと思って俺見て、いや、いいんだいいんだ先輩怖いそう、僕もやまキャラ的にも、はい、やっぱり菅原さんにはずっと相談乗ってもらってたし、まあ、相談にしてないけれども、なんか解決策をいきなりくれたりとかもしてたので、はいはい、だからなんかそういう意味でお世話になってるってところで、はい、菅原さんを選びました。あの、僕も個性もクソもないですけどね、僕も気づいたんですよ、そこ。なんか皆さんね、指摘したいってことは1ポイントありますよね、1つ。鈴木さんお願いします。やばい、さあ、あれ、石川さん、海斗さん、もしかして漢字弱い？もう一度、はい、よかった、すみません、最初は石川さん、え、カンハラさんですか。いや、そんなことない。どなたですか、カンハラさん。クダハラさんか。ある意味これ全員菅さんだったとしても、多分それでアウトになった可能性があったかも。菅さんって書いておいてよかった。菅さん。もうアウトで、危ねえ。今、今書いてた。大丈夫、大丈夫ですか。はい、では続いていきましょう。続いて村瀬さん。はい、まあ僕も安定の菅さんからの日向。なんてだ。お、自分大好きすぎるでしょ、ちょっと。いやいや、これは、あ、ごめん、いや、これはでもすごくあの声を大にして言いたいんです、はい、なんでかっていうと、あの、まあ、あの菅さんは確かに悩みもちゃんと聞いてくれて、優しい人なんですけど、うん、あのなんか、あの正直言うと菅さんに入れるのがちょっと悔しくて、悔しかった。日向にじゃ あの相談した時にはなんか結構、あ、そうなんだ、あ、でも、あ、なんかバレエやりに行こうよみたいな、なんかちょっとあのスカッとするからさ、ほらほら行こうみたいな感じで、なんか楽しい気分にさせてくれるんじゃないかなと思って。確かに、なるほど、そうなんですよ、あのポジティブにさせてくれる力がある、ね、ただ村瀬君一言いいかい、はい、これみんなで協力するコーナーなんだよあのバレーボール欲しくないの。欲しいよ、欲しいけど欲しいけど一縷の望みにかけちゃダメだった頼むよ全員揃うと思った
5% くらい。あれバレーボールあのもらえないとホセヤさんめっちゃ怒るから。そうだよ。バレー上手くなりたいんだよ。ごめんなさい。まあでもまだ1問目ですからね。そうですね。まだまだ先はある。先はあります。まだ。では続いて見ていきましょう。続いて林さん。はいはい。まあ、お願いします。ね、はい、不動の菅さんですよ。菅さん。いや。僕としてはですね、はい、細い方で書いちゃった嘘なんですよ今一瞬よく太いので書いた方がいいです薄めだねちょっとね次から気をつけたいと思うよ菅さんねそう、まあ僕としてはね、はい、大地さんって書きたかったんですよでもやっぱりね、協調性もね、踏む、はい、コーナーですし、細谷くんがどうしてもバレーボール欲しがってますからそこもめっちゃ欲しいですそうだからね、ちょっと菅さんって書かせていただきましたなるほど、はい、なるほどでも僕も正直大地さんと迷いましたあ、本当？やっぱでも父と母だったらやっぱ母かなっていうでも、大地さんに相談すると結構厳しいから結構ストイックななんか回答が待ってそうじゃないですか、そうだから俺のなんか心の虫は騒いでるんですけど、大地さんに対してついに俺になっちゃったねそう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 ね、もうそれでいいと思うそう、だけど、はい、まあちょっとね、みんな菅さんかなと思って菅さんを書かせてもらいましたなるほど、はい、なるほどさあ、それでは続いて斉藤さん、お願いしますはい、すいません、僕も皆さんと同じなんですけどツキそれ完全にどうして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 、ちょっと相馬くん斉藤相馬としての意見を聞かせて相馬くんなんでなんで逆に、ちょっと、いや、一応真面目にあるんですよはいはい菅さんは、みんなに優しいから逆にちょっと負担になりたくないでもツッキーは俺にだけ優しいからどうそれはどうなんだいやツッキーは山口には優しいけど相馬さんには優しくないですよ別にじゃあもう冷たくされてもいいですあ, そこにもあそこにも M がいたじゃないか実話の人がいましたね結構 M 率高いなまあやっぱりツッキーは淡々としながらもしっかり相談も聞いてくれそうかなっていうのでただちょっと正直合わせを狙いに行かなかったことを反省してますバレーボール欲しくないんだいやでもね反省してるだけいいよはい反省してますすごくあの人反省してないからはい反省します反省反省してますよね全部かよねさあそれでは続いてお隣内山さんお願いしますはい、はいもちろん僕もこの人です月島またお綺麗な字で西山さん、なんでですかなんでよですよね俺はこの人しか浮かばなかったじゃあさ、その心はもうその人しか浮かばなかったはい相馬君、ありがとういやいやドシンプルでも悩みどうなんですかねお答えしていただけるのかなどうなんでしょう聞き上手っていうことが大事な世の中じゃないですかご時世的にどうでしょうねそうですね解決するか否かよりも相槌が来ればいいんじゃないですか、うん、だからそういう意味ではそういう意味でね、聞いてくれるかなということでねなるほどなるほどそんな親身になって相談されてもね、聞かれても困りますからだってさ例えばそれ相談するとさ岡本うるさいって言われるでしょそれついてちょっとうるさいというかどうかわからないけどねわからないけどどんな空気感今のじゃあ増田くん見てみようかはいはい行きます踊りに行きましょうか増田くん見てみようかはい僕の答えはこちらです、はい、部長でございますはい、いや僕菅さんも、まあ、ツッキーも話は聞いてくれると思うんですけど、例えば誰にも知られたくない秘密とかを言った時にちょっと軽いことだと漏らしそうだなっていうのを思ってていや意味わかんないよ菅そんなこと言えないだろいやなんかどんな印象なんだよそれニコニコしながらなんか言いそうなんですよお前もう一回殴るぞいいっすよ楽屋ぜひ楽屋の方でお願いします増田君にはどんな秘密があるの僕にはいろんな秘密がありますからいやまあねやっぱ部長はうちの父でございますし、はいはい、秘密は守ってくれるなと思うのと、はい、あとここで部長に恩を売っとけば、まあ、スタメンに選ばれる確率が増えるんじゃないかなと思ってあちょっとスケベ心もあったはいちょっと縁の下をぜひスタメンに選んでいただいて腹黒いな本当さあということで残念ながらまあでもまだ1問目ということで揃いませんでしたがね、うん、次2問目参りたいと思います続いてのお題こちらでございますカラスの高校メンバーで女子力が高いのはただし清子さん以外ええこれこれは、はい、どえどあれえ、そんなどこまでえ女子力って何カラスの高校メンバー男でってことですか
男部員でってことですね。そういう男性で。男性部員の中で一番女子力が高いのは誰かってことですね。そういうことですね。わかりました。そうしましょう、ね。女子ですもんね。わかりました、うん。そういうシーンありましたもんね。それではスタートです。さあ、というわけで。いや、笑ったらダメだよ、これね。いや、いろいろ。何？いやいや、なんでもないです。なんでもない。内山さん、なんでもないですよ。なるほど。もう皆さん。石川さんです。あの、僕バラさないですから、今これ。バカでしょ、ここでバラしたら完全に。笑うから。それはしないですよ。悪いことしそうな人がいる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。さあ、というわけで皆さんもう書き終わりましたか？大丈夫ですか？はい。さあ、それでは時間でございます。一斉に回答を見てみましょう。どうぞドン。というわけで出ましたが、いかがでしょう？全然合ってない。と、全然合ってない。残念でございます。あの、そこの2人はツッキー出しすぎじゃない？いや、俺はあいつ書いてないだろ。書くのめんどくさくなっちゃいました。お前書いてないだろ。書いたわ。ちょっと見せてみろ、見せてみろ。ちょっとめくってみなさいよ。変えた、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 めんどくさくなっちゃった。いや、この人しか頭に浮かばなかったよね、相馬くん。もちろんです。斎藤さんも、斎藤さんもそうですか？いや、もうだってやっぱりね、あの髪の色もおしゃれだし、ね、いつも音楽も聴いてるしね。そうだよ。もうこの人以外ありえない。根拠はちゃんとね、ありますよね。うん。他はどうですか、皆さん。で、菅さん、あ、皆さん、田中田中ですか？皆さん、いや、田中ですよね。なんか意外ね、オンエア見てくださると分かるんですけど、僕もそうですね。田中は女子役やってるんですよね。やってるんですよ。それか。おー、あー、それか。なるほどね。なるほど。それ女子力って言うの、いわゆる、ね、女心がきっと分かってるんですよ。なるほど、なるほど。え、マスオさんも？はい、僕もあの部長の答えをちょっと盗み見して、はい、同じ答えをちょっと合わせにどういうことこの距離で可能なんですか、そんなことが。何言ってるの。できるんですか。僕のスケベ心なら全然できますよ。あの作品、あ、これ、それ、この作品、そういう作品じゃないんでやめてもらっていいですか。あ、ごめんなさい。気をつけます。お願いします。さあ、それでは、あ、細谷さん、朝日と、はい、書きましたが、これは、なんでしょうね、女子力というものを、はい、女子力ってそもそもなんだろうと考え、はい、やっぱ女子がしていることをより多くしているということだろうと、さすが細谷さん、思ったんですよね。それ吉政くんでしょ。いや、違うんです、違うんです。あの、朝日は、朝日は髪の毛がめっちゃ長いじゃないですか。あ、合宿の時そうですよ ね、 全部置いて、長いと女性の皆さん分かりやすいと思うんですけど、この時期乾燥が気になると。なのでトリートメントする時絶対こうこうやってると思うんですよね。やっぱりあなたじゃん。あなたじゃないですか。僕じゃないですよ。あずまね朝日さんはね、おそらくは、おそらくはそうなんじゃないかと。まあ、髪型も変わりますし、途中から。そうですね。そうそう、原作ではね、変わってますから、はい、そういうところもあるんじゃないですか。なるほど、うん。さあ、そしてお隣、岡本さんは、はいはい、そうよ。まあ、声聞いてて女の子みたいだなっていう。あ、僕もです。だから、ラジ Q に行った時に、ノブって言ってもらえてちょっとドキッてするっていう。女じゃない。おい、聞いたことあるぞそれ。これまずいから。バカ、先輩パクってる。なんかどっかで聞いたことありますね。忘れてください、女の子じゃない。忘れてください。あの人のフレーズだぞ。やばいやばい。さあ、そして、イリノさん。はい、菅さん。菅ですか。いやいや、もうお母さんってみんなに言われるぐらいのやっぱ相談もしますし、包容力っていう意味ではこう女性にこう求められるようなものを持ってるんじゃないですか、菅さんは。ということで菅さんを選ばれた。菅万能だね。万能、何でも菅って書けばやっぱり、ね。それ俺らのやつだからダメ。俺らの、俺らのやつだからそれ。いやいや、あのさ、これ絶対揃わないぜ。でも細谷くんバレーボール超欲しい。欲しい、超欲しい、超欲しい。じゃあもう月島で書くしかないね。月島で書きましょう、これ。何、あいつらに合わせるのやだよ、これ。ここあの芸を披露する場じゃないですからね。とりあえずね、皆さんで揃えるという。さあ、それ続いて参りましょう。続いてこちら、カラスの高校メンバーで一番バラの花が似合うのはということ。これテーマ、テーマおかしいよね。テーマおかしいですか。バラの花？テーマがちょっとバラな感じですか。バラ、バラの花ということで、はい。あ、でもあの人かな。はい。さあ、それではシンキングタイムスタート。あ、わかんない、全然わかんない。全然わかんない。全然わかんない、本当に。バラの花が似合うのか。
かけました。圧倒的、すいません、圧倒的に早かった人が、すいません、もう見る前にいたんですけど。かけました。あー、なるほど。嘘でしょ。わかんない、本当に。誰が早まったの？ごめん、あんま笑っちゃうの本当良くないですよ、これね。なるほど。これでも本当悩む、ね、難しいですね、これは。だいぶ、はい、悩む質問だと思うのに一瞬で書き終わった人もいるっていう、不思議な。なるほど。さあ海人くん大丈夫ですか？今書き直してますけど。漢字わかんない。漢字間違った。漢字は不安だからもう書きません。今日は石川さん大丈夫ですか？ひらがなでもいいよ。ひらがなで書いてます。大丈夫です。はい、さあ、それでは時間でございます。回答を続いては一斉に見てみましょう。回答どうぞ。ドンドン。というわけで、影山、月島、ツッキー、月島、月島、トビオ、影山、そして月島、月島。あ、月島多いね。あれ、え、ちょっと、ピノサレオじゃない。俺の残念でした。道宮とどっちがいいの？え、道宮さんとどっちなんですか？両方ふざけてるもうこれ揃うのかどうか不安になってきたんですけれども。揃わないでしょこれ。なんかもっと簡単な問題ないんですか？そもそもバラって何なのよ。そうですね、まあ、こちらにラインナップあるんですけど、どれも揃わそうなんでちょっと続いていきたいと思うんですけど、続いてこちらです。はい、大丈夫かなカラスの高校メンバーでハンドルを握った時に性格が変わりそうなのは？かけました。シンキングタイムスタートって言ってないじゃないですか。おい、うちらはお前もうシンキングタイムスタート。これって僕ら寄った方がいいってことですか？ちょっと鈴木さん、ちょっとあいつルール違反ですよ。じゃあ分かったよ。ちゃんと考えてね。ちょっと見てください、見てください。これは、ちゃんと、いや、もしかしたらあまりにも本当早かったのかもしれないです。あ、なるほど。海人くんがちゃんと考えて。はい、ちゃんと考えて書いたんだよ。あー、なるほど。みんなも考えて出てくるのでいいんだよ。おー、あー、そうですか。あれ、それは林さん、それもう山口で出した出てる。え、ごめんごめん、裏返しにするとどうなるの？さっきのダミーだから、使い方がエコだな。そう、使い方これ隠してじゃんじゃん使ってくださいよ。ありがとうございます、両面使っていただいてね。さあ、それでは回答一斉に見ていきましょう。どうぞ。ドン。あずまねさん、月島、そしてツッキー、月島ですね。あずまね、朝日さんですね。成田、なん、そして月島、月島、月島、もんじゃか。月島、そして分かったよ、月島だろ。おっと、おい、いや、俺も朝日さんだと思ったけど、ここは月島って書いといてよ。僕も正直朝日さんの欲しくないよ。俺欲しい、本気で弾まれたと思った。いや、もう、いや、これ、まあ、そう思います。いや、まあまあ、みんな朝日さんのこと思った。質問何でしたっけこれってさ聞いてないじゃないですか。うちらもさ、なんだっけテーマ。ハンドルを握った時に性格が変わりそうなのは、だからね、運転すると男性は性格変わるなんてね。月島だやっぱり。いや、でもよく考えても、それはでも一つ納得できる、納得できる。ねえ、どうなんでしょう。なんで東根なの？いや、東根さんしかいねえと思っちゃったんですよ、本当に。あ、そう。あ、俺と一緒のタイプだね。もう次行きましょう、次。次行きます。書けばいいんだろ。はい、数でね。あのな、日野さんがこうやって月島って書いてくるなんて珍しいから。そうですよね。もう二度とないよ。言葉にも出てましたけれども、続きましょう。続いてこちら。二人組のユニットを組んで歌手デビュー、カラスの高校メンバーの誰と組む？かけました。かけました。はい、かけました。僕もです。すみません。一応司会進行業務でシンキングタイムスタートって言って、M が流れるんで、そこまではちょっとできましたっていう。早すぎましたか。ちょっといいですか、いいですか、ちょっとすみません。あ、そうですか。それでは、シンキングタイムスタート。かけました。かけました。ありがとうございます。早いな。一人しかいないよね。みんな早いな。カンカンカン早すぎですよ。そうです。皆さんは書き終わりましたか？書きました。もう。いや、考えてる。ちゃんと考えた結果ですよ。考えました。イリノさん大丈夫ですか？はい、書きました。ありがとうございます。さあ、それでは。待って、日野さんがまだね、書いてる。いや、日野さんまだですね。さあ、それ左から順に見ていきましょうか。左。ね、スピーディーに見に行ってみます？ステージで言うと、下手になりますね。こちらから。松田さんが。はい。
さあ、それではお願いします、増田さん。この人しかいません。月島だよねー。わかる、超わかる。ありがとうございます。ですよね。ですよね。さあ、この人しかいない。続いては僕もちゃんと考えました。月島。月島わかる。最初に浮かんできました。わかる、すごいわかる。まあ、そうですよね、これは ね。続いて、斉藤さん。ねえ、ズッキー浮かんできたよね。ズッキー、もうもはやテーマが何か思い出せませんけど。ちゃんと2人組ユニットを組んで歌手デビューするなら、カラスの高校のメンバーと誰と組みたいですかという。じゃあ月島だ。さあ、それ林さんお願いします。リベンジ。おー、よかった。林さんがかけたら間違いないもんな。さあ、それでは続いて、村瀬さん頼むぞ。ごめんなさい、ツキー。よし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 。さあ、いいペースです。続いて石川さんどうぞ。ツッキー。石川ツッキー。え、さあ、マネ今の。いや、マネじゃない。大丈夫です。大丈夫ですね。漢字も大丈夫ですね、これね。はい、バカにしてんすか。漢字の心配されちゃってるわ。バカにしてないです。さあ、それで岡本さん、答えをどうぞ。はい、もんちゃん。月島。よしよし。もんちゃん。よしよし。さあ、それでは続いて補正さんお願いします。よし、よし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 。緊張してまいりましたな。ボール欲しい、ボール欲しい、ボール欲しいよ。さあ、ボール欲しいよ、僕は。ボールが欲しい、補正さん。その思いをお願いします。繋げられるか。イリノさんお願いします。続いてはイリノさんどうぞ。きた。イエーイ。これはキャプテン。問題はこの、問題はこの人です。さっき書いてくれたもん ね、うん、ここまでね。さっきの使えばいいんだよ。言っちゃった。さっきのここにペラってやればいいんだよ。ここさあ、一生懸命書いてたよ。あ、本当。ボールをつないで最後に決められるかという展開でございますが。そうですね、バレーボールはやっぱつないでなんぼですからね。そうですよね、今まさに綺麗なこのボールの応酬があって、そして最後、はい、日野さん、はい、お願いします。そうそうそう、月島ですよ、こっちが。やったー。イエーイ。おめでとうございます。やったね。やりました。まあまあ、ホセアさん、よかったですね。よかった、これでバレーボールができます、帰って。みんなホセアさんのために月島って言われたんだ。本当、みんなありがとう。みんなありがとうございます。ということで、回答10人揃いましたので、ミッションクリアです。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは皆さんにご褒美の贈呈でございます。おー、すごい。おお、はい、ボルテンの特製ボールということで、こちら見てください。おお、あ、ちゃんとみんなの。すげえ。はい、ございますので、これで全員月島って書いてあったら面白い。それ一番面白い。さすがにそこまでさっきの対話できませんでした。ですよね。はい、皆さんどうぞね、あのボールこちらお手に取っていただいて、ね、貴重なものですので。はい、いや、まさかこういう展開になるとは思いませんでしたが。朝日の名前はありますか。さあ、皆さん、あった、あった。いかがですか。ありがとうございます。サプライズなのにあるっていうのはどういうことなの。どういうことなんですかね。それはサプライズじゃないんじゃない。これはサプライズじゃないですね。猿之助さんありました。猿之助さんありました。あれ、よかったですね。よかった。さあ、そして何としてもこのバレーボールが欲しかったとおっしゃっていた細谷さん。はい、いかがですか。とてもいい握り心地です。もう手にバッチリフィットする。バレーがとても上手くなりそうです。なるほど。石川さん、いかがですか。ええ、聞いてました。バレーボール、お名前が入っているもの、これで裸だってないもので。ああ、そうです、すごいなって思います。すごいなって思います。ね、バレーボール、多分これ、ね、バレー上手くなるとか言ってましたけど、はい、多分使えないですよね、これね。まあ、貴重すぎてね。そうですよね、反対に使っちゃった。めっちゃ使ってる。でも、カイト君のやつ使ってみんなでやればいいじゃん。お前、性格どうした。厳しいな、あの人。おー、大丈夫ですか。おー、危ない。おいおいおい、ちょっと何やってんすか。気をつけてください。また、また細谷がちょっと。ほんと、すいません。ちょっと、細谷さん。ちょっと、細谷君はちょっとボールに弱くて、違うイベントでボールなくしたりしてるんで。すいません、今回もちょっとなくしかけて、ちょっと危なかったな。危なかったです。あのね、せっかく取ったボールを、ね、欲しかったものですから。はい、はい、念願のね、ボールゲットということで、皆さん本当におめでとうございました。ありがとうございました。さ
さあということでしたけれどもね、まあ、なかなかね回答が揃わないということでちょっとドキッとしましたけれども、まさか月島ネタで閉まるとは内山さん、これこの展開予想してましたか？してましたね。本当ですか？さすが台本に書いてありましたからこれでいくって。なかったよ。僕の台本には全くなかった。そうですか。はい、まあまあこうなるだろうと思ってましたけど、でもどうですか、これまでイベントを通してこういうふうになんかチームワークというかそういうのをね、そのなんか発揮するじゃないですけれども、こういうふうに試すっていうことってありました、これまでに？チームワークに見えましたか、これ？あのね、ある種僕には見えました、ゆうさん。本当ですか？こういう機会ってなかなかなかった。そう、あ、まあ、イベント、ね、こうやって全員揃ってのイベント初めてなので、まあ、そういう意味でいかがでした、キャプテンとしてこのチーム改めて。いやー、ほんと大変だなと思いましたね、このメンバーをまとめるのは。書き回してたのあなたじゃなかったですか、途中までね。そう記憶にございませんけど。いかがでした、でも入野さん、はい、ね、最後菅さんで揃わなかったっていうのは不本意なんじゃないですか。いや、ほんとにそれですよね、一番は。なんか一番それ、うん、負けた感じがしますよね、菅が。そうですよ、これだけ支持率も高いのか。そうですよ、今日こう見た感じ。ちょっとなんか聞いてみ、菅ファンがどれぐらいいるか。いや、何その振りなんだろう。なんか上げさせない感じのやめてくんない。いや、いいです、いいです、もうさっき確認しましたから。もう大丈夫ですか、ね、100% の日ということです。 100% です、100%、はい、はい、岡本さん、いかがでした、このゲーム振り返ってみて。僕ですか、まあ、細谷さんに本当バレーボールが行き渡って本当良かったなって思って、うん、はい、それだけが救いです。はい、楽しめましたか、ゲームは。あ、僕ですか、あ、もちろん楽しかったですよ。はい、もちろん、はい。心がないよね、農家に。このチーム大丈夫ですか。超チームワークいいんで。超チームワークいいですよ、ね。はい、言ってることは全部心ないけど大丈夫か。声優なんでちょっと頑張りたいなと思います。はい、なるほど。石川さん、いかがでした。はい、あ、ちょっとうるさいからやめてもらっていい。ちょっと今俺喋ってるからさ。まあ楽しかったです。はい。2人ででもイベントやることが多かったじゃないですか、これまでは。村瀬さんと、そうなんですよ、2人だとどんな感じなの。2人だともっともっと2人で喋ってるんですけど、今日先輩がいっぱいいるんで緊張して何も喋れないです。じゃあ黙るわ。いや、絶対やめてください。黙っちゃおうかね。違うんです、違うんで す、そういうことじゃなくて。ちょっと緊張するんですか。緊張してますね、やっぱりね。だってこれ、ね、これまでも結構イベントでご一緒させていただきましたけれども、すごいもうバーバーバーっとその勢いよく。ちょっとなんか怖いですよ。え、なんですか。大丈夫なのかな。いや君が一番怖いよ、なんか。なんかドキッとしましたよ、今。別にあの何にも別にチクることがね、そういうことはないないんですよ。そんな悪いことしてませんよ、別に、いつも。はい。そんな感じで。何恐縮してるんですか、そんな。でもいかがでした、サプライズゲストとして登場したマサオさん。今完全に気抜いてましたよね、今ね。いや、あの影山さん、あのね、あの石川君が喋んないでくれっていうことを言っていましたので、ちょっと今黙ってたんです。はい、ありがとうございます、はい、仲良くして。チームワーク頼むから。めっちゃ仲いいじゃない。登場からちょっと騒ぎすぎたんで、本当に僕ちょっと静かにしようかなって。本当に自分で反省してたんですよ。僕らおとなしくなっちゃったので騒いでいただいて。いやいやいや、全然すいません。今ちょっと反省してたんですか。はい、だいぶ反省してました。本番中に反省するのやめてもらえます。ずっと反省してます。とにもかくにもね、見事回答揃って、はい、ね、見事ゲームで、終了ということになりました。以上、イマジネーションゲームでした。さあ、それではここからキャストの皆さんなんですけれども、続いてのコーナーの準備があるということで、ここで一旦ご退出いただきたいと思います。皆さん拍手でお送りください。はい、ということで、ここからですね、皆さんお待ちかねかと思います。続いてのコーナーは、このマイクスタンドが立ってるということはお待ちかねのこのコーナーでございます。左足の一歩から沈黙を解き放て、緊張を撫で回して、なんとか集中力を飼いならせ、
越えるのはうちに潜む魔物を払うためだ。運命と偶然問いかけと答えが交わって合図が鳴る。心臓の音目の前に立ちはだかる高い高い壁、その向こうはどんな眺めだろうか、どんな風に見えるのだろうか。決まった、まさに小さな巨人。春の高校バレー全国大会、190センチ近い選手のひしめく中、カラスノ高校の小さな巨人が所狭しと飛び回っています。昔から背の順で前の方だった俺は、こんな風になれたらかっこいいなと思った。小さな巨人、あの選手の姿が目に焼き付いていて、中学ではバレー部を選んだ。そして中学最後の大会、初めて試合に出た。でも中学最初で最後の公式戦、獲得セット数ゼロ、総試合時間わずか31分。相手が強くても弱くても、結果は勝つか負けるかのどっちかで、負けたらもうコートには立てない。お前が、お前がコートに君臨する王様なら、そいつを倒して俺が一番長くコートに立ってやる。コートに残るのは勝ったやつ、強いやつだけだ。勝ち残りたかったら強くなってみろよ。やっべ、寝坊した。遅刻遅刻、急いでいたら食パン食わえたキヨコさんとドーンって、たくよ、初日から教頭のカツラ吹っ飛ばすとか先が思いやられるぜ、あの二人。でもまあ、そんな奴らの面倒を見てこその先輩だよな。予想はしてたけど、鍵閉まってる。じゃあ入れる窓探すぞ。あ、やっぱきついな、おじは。まだくれよ。田中さん。七時前には切り上げろよ。田中さん。はざっす。なんていい先輩なんだ俺。田中先輩と呼べ。田中先輩。もう一回。田中先輩。よし、練習始めぞ。ねえ、ふざけんな。俺が一番乗りだ。もう田中さんが入ってるから一番じゃねえだろ。そう思うなら。おい、時間ない。メイクがどけっぽけ。コンビネーションとか以前の問題だよこの野郎。月島、どうだった3対3は。別にどうでも。エリート校の王様相手だし、僕ら庶民が勝てなくても何も不思議じゃないです。ふん、その割にちゃんと本気だったじゃん。清水、あれもう届いたよな。おお、
キシマ、お前も来てみろよ。いや、僕は後で。恥ずかしがり屋か。いいじゃねえか、来てみろ。おお、似合ってるぞ。これからカラスのバレー部としてよろしく。おっす。俺の仕事はただひたすらつなぐこと。空はスパイカーたちの領域で、俺はそこで戦えないけど、つなげば、つないでさえいればきっとエースが決めてくれる。壁に跳ね返されたボールも俺がつないでみせるから。だから、くそ、ブロックのフォロー全然できなかった。なんでだ、なんで攻めない。俺のせいで負けたんだろうが。お前がいくら拾ったってスパイク決まんなきゃ意味ないんだよ。朝日、意味ないって何ですか。じゃあなんで最後トス呼ばなかったんですか。打てる体勢でしたよね。やめろよ西野屋、俺が朝日にばっかりボール集めたから疲れて。俺にあげだってどうせ決めらんねえよ。打ってみなきゃわかんねえだろうが。次は決まるかもしれないじゃねえか。俺が繋いだボールをあんたが勝手に諦めんだよ。もうや、俺はリベロだ。守備の要でチームの要だけど、俺に点は稼げない。でもどんなにスパイクが決まんなくたって攻めるつもりなんかみじんもねえ。だけど勝手に諦めんのは許さねえよ。だからもう一回トスを呼んでくれ、エース。俺は影山と比べたら技術も身体能力も劣るけど、チームのことは少しだけ長く見てきた。俺対青葉城西だったら絶対かなわないけど、俺の仲間はちゃんと強い。影山。はい。俺たちなんつうか同じポジション取り合う敵みたいな図式になってるけど、俺だっていっぱい試合に出たい。お、俺もですけど。でも今コート入ってみるとさ、相手はでかいし、スパイクは早速俺のとこ狙われるし、正直ビビる。前なら萎縮してた。でも今は後ろにお前が控えてる。すごく頼もしい。俺が入ってる時の得点、お前が入っている時の得点、合わせてカラスノの得点だ。俺は俺なりのベストな戦いを、お前はお前のベストを、それで正常に勝つぞ。おっす。俺はずっとひたむきにバレエをやってきたわけじゃない。逃げ出したこともあった。でもやっぱりバレエがしたくて戻ってきた。情けない2年だけど、戻ってきたからには試合に出てない今だって何かできることはあるはず。ナイス、キシマ。あ、はい。ナイス、ナイス。あれは別に仲良し小良ししようってしてるんじゃなくてさ、ああやって声をかけながらスパイカーそれぞれの表情とか今日の調子とかそういうのを見てるんだと思うよ。なんで俺が他人の、それも月島なんかのご機嫌伺いしなきゃいけねえんだボケって顔だな。別にそんなことは。俺が言うのもあれなんだけどさ、うちのスパイカーって結構レベル高いと思うんだよ。俺もそう思いますけど。じゃあさ、
そいつらがちゃんと 100% の力で打てたら、多少ブロックが立ちはだかったってちゃんと戦えると思わないか。中学の時は特にそんなことを考えたことはなかった。でも今、俺は1年の中で一人だけ置いていかれてると分かる。俺も試合に出たいって思ってた。でもこんな場面で俺がピンチサーバー、やばい、こっち側は気温が違うみたいだ。うおお、このタイミングは誰だってビビるわ。これが高校初試合初サーブとか心臓出る、口から出る、コーチド S か。朝日さんか翔陽だったら心肺停止119番だな。こっちも緊張する。あ、いかん、山口に伝わる平常心。怖い。でも戦えるって証明しろ。はい。すみません。気にすんな。どんまい。すみません。山口。すみませんでした。次決めろよ。はい。お前を倒すのは絶対俺って言った。それまで誰にも負けんじゃねえよ。次も同じのやるんで、ちゃんと警戒してくださいね。考えてるのは君だけじゃない。自分も戦えるって証明しろ。後悔は試合終わってからクソほどする。次は決めます。野郎どもビビるな。前のめりでいくぜ。そいつらが 100% の力で打てたら、多少ブロックが立ちはだかったってちゃんと戦えると思わないか。落ち着いて、目の前の1点確実に取る。コートの外から見ていたとき、確かに悔しさはあったけど、試合に出られなかった時間もちゃんと糧になってる。菅、次の一本俺によこせ。絶対決める。おらー、ナイスレシーブのやつ。影山、今この位置、このタイミング、この角度でドンピシャ。第3セット、33対31、セットカウント2対1。俺たちは青葉城西に負けた。ガチって俺はもう謝んねえ。謝んなきゃいけないようなトスはあげねえ。コートに残るのは強いやつだけ。時間ない、止まってる暇ない。あんまり規制を発しないように。清水先輩、清子さん、清子さん、美しいっす。今日もあなたに会いに来ました。怪我すんなよ先輩。今日部活休みじゃじゃあなんでお前らはここにいるんだよ。
チャース。チース。あとは3年か。でも今日はもともと部活ないし。おいおいおい、3年が引退なんかするわけねえだろ。え、どういうことですか。遅いっすよ。ごめんごめん。悪い、遅くなった。おい、廊下走っちゃダメだよ。3年生は残りますよね。春高に行くって言ったの変わらないですよね。昔カラスノが一度だけ行った舞台、もう一度あそこ行く。東京オレンジコートだ。目の前に立ちはだかる高い高い壁、その向こうはどんな眺めだろうか。どんな風に見えるのだろうか。頂の景色、一人では決して見ることのできない景色。でも一人ではないのなら見えるかもしれない景色。行くぞ春子。シャー揺れる影炉を滑り出す汗、響き合う声、語り合う方、明けた窓から空に尋ねた俺たち、この夏顔なんだいね、ミスターフューチャー。 Come on, come on, come on, come on.
素敵な朗読劇を披露していただきましたキャストの皆様に改めて大きな拍手をお送りください。さて楽しい時間はあっという間でございまして、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、最後に素敵なお知らせでございます。本日のイベントの模様がハイキューのブルーレイ& DVD に収録されることが決定いたしました。昼練の模様はボリューム8、そして夜練の模様はボリューム9に収録されますので、皆さんぜひご自宅でもイベントの喜びを体感してみてください。どうぞよろしくお願いします。さてそれでは最後に順番に一言ずつ3年生、2年生、1年生キャストの順番でメッセージをお願いしたいと思います。まずは3年生から日野さんお願いします。はい、本日は皆様ありがとうございました。ハイキュー、アニメハイキューとしてイベントやるのは初めてだったんですけれども、本当にお父さん目線でですね、私若い子たちをずっと横で温かく見守っていたんですけれども、お父さん大丈夫ですか下なんだちょっと疲れてるだけだでも本当にこうしてたくさんの方がハイキューを応援してくださって、そしてこうしてイベントもできることができて、こういう瞬間を皆様と一緒に作れるっていうことが本当に素敵だなと思いまして、本当にこれも皆様のおかげです。本日ありがとうございました。まだ原作の方も熱い展開が続いておりますので、どうぞこれからも配給の方を応援 し続けていただけると嬉しいです。本日ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて入野さんお願いします。はい、今日は皆さん本当にありがとうございました。こうやって、カラスノのメンバーと、そしてハイキューが大好きな皆さんと一緒にこういう時間を過ごせて本当に幸せです。ありがとうございました。ハイキューまだまだ続いております。皆様の応援があれば何か新たな展開があるかもしれない。これからもぜひハイキューよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて細谷さんお願いします。本日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。いつもはですね、非常イベントになるとですねしどろもどろになってしまうんですけれども、この仲のいいハイキューのメンバーと一緒に、イベントができて非常に楽しかったですし、そこにですねハイキューが大好きな皆様と一緒にこの時間を作れたことを非常に幸せに思っております。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて2年生の皆様からお願いします。まずは増田さんお願いします。はい、先ほど朗読ちょっとデートちっちゃってすいませんでしたいややっぱ違うんだなって、スタペンというかですね、皆さんやっぱ力が違うなっていうのを思って、やっぱここに近づくために僕もスタメンを目指して頑張ろうと思いました。なので皆さんぜひチャンスをください。後半縁の下試合出てます。僕も試合出たいです。ぜひ今後も応援し続けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて林さんお願いします。はい、今日はご来場ありがとうございました。いやイベントを通してですね、本当にねいろんなたくさんの方が、笑っていただき、そしてねこのたくさんの人が集まったけれども、さらにハイキューのことがすごい好きで惜しくもここに来れなかったファンの方もたくさんいらっしゃると思います。それだけね、こんだけハイキューが愛されてる、作品なんだなっていうふうのをすごく実感しております。まだまだ、ハイキューの方きっと盛り上がっていくので皆さんの力が必要です。僕たちもね精一杯、これからもねハイキューを愛していきますので、皆さんも変わらず、ハイキューを愛し続けていってくれたら嬉しく思います。今日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて岡本さんお願いします。はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当にハイキューはですね、原作読んでてもアニメの収録現場でも楽しくてですね、精一杯声を張り上げることがですね、なんか魂を入れてるみたいで本当に、楽しかったです。カイト君もねよく言ってるんですけど、このハイキューという作品はですねハイキューではないんですね。アクセントはハイキューなんで、まだまだハイキュー知らないよって方に
ハイキューぜひ見てねって言った時に、あ、ハイキューねって言った時に、うん、ハイキューって言ったりとか、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。今1回目だからねってね、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に1年生の皆様からメッセージいただきます。まずは内山さん、お願いします。はい、もう今日は皆さん頭の中に月島の二文字しかねないと思うんですけども、それでもう僕は満足です。これからもハイキューよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では続いて斉藤さん、お願いします。はい、皆様今日は本当にありがとうございました。僕としても本当にたくさんツッキーということができて、すごく楽しかったです。久しぶりに言ったので。でも本当にこうして僕らが現場で作品に吹き込んだ熱量みたいなものを、こうして会場で今日皆さんに伝えられてたのかなっていうことが分かって、なんか自分としてもすごく、やっぱりこの作品ってすごく素敵な作品だなと改めて思わされました。これからもね、ハイキューまだまだ、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ今後ともハイキューをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて石川さん、お願いします。はい、影山飛雄役石川海人です。今日は皆さん本当にありがとうございました。今までこの隣にいる村瀬歩と共にずっと各地を回ったりとかイベントをたくさんやってきまして、こんなにたくさんの出演者と共にステージに立ったのはこれが初めてであります。本当にオープニングでも言ったんですけれども、それが感慨深くてですね、今日は嬉しさのあまり皆さんの話を聞いてしまったりだとか、そういうふうにちょっと僕はちょっと僕なりに落ち着いてみたんですけれども、僕も一ハイキューファンとしてこのステージに立てたことを本当に嬉しく思っています。そしてですね、なんだっけ、何を落としたんだっけ、ちょっと待って、ハイキューの下り、あ、ハイキューの下りを言おうとしたんですけど、ハイキューまだ原作も続いてて、でアニメもまだまだ続刊が出ているので、ぜひとも皆さん注目していってほしいですし、それとあと皆さんお気づきかと思うんですけど、 T シャツ、これイベント T シャツみんな着てるんですね。これも売ってますので、ぜひとも皆さんご尽力ください。お願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では村瀬さん、お願いします。はい、日向翔陽役村瀬歩です。皆さん本日はお越しいただきまして本当にありがとうございました。そうですね、ハイキューはいろいろ、まあ本当キャスト一同そうなんですけれども、僕にとってもすごく感慨深い作品で、僕は一番最初にこう主人公ということでやらせていただいた作品なんですけれども、本当にハイキューのスタッフさん含めキャストさん含め皆さんに育てていただけたなということをすごく思って、で今日はそんな素敵な皆さんと一緒にこうやってステージに立って、このいい雰囲気というか、本当家族みたいだなと思うところがありまして、で家族で一緒にやることができて本当に幸せだなと思いました。それを見守ってくださる皆さんのこう視線とか、こう例えば僕たちが何かやった時に対しての反応とかもすごく温かくて、ハイキューはすごく愛されて素敵な作品だなと思います。で僕自身本当にそんな作品に関われたということがすごく幸せなので、これからも原作の方もまだまだ続きが出ていますし、皆さんのお声があってこそアニメのもしかしたらこの続きとかいろいろそういう話になれたらいいなというふうに思っているので、ぜひともこれからも僕らと共にハイキューを一緒に応援し続けていただきたいなというふうに心から思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは最後に村瀬さん、恒例の掛け声をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあ僕があれですよね、呼びかけるんですよね。そうですね、そうです。ちょっと大丈夫かな。ある4文字の言葉言ったね。そうですよね、ある4文字の言葉、じゃあ、いきますよ。ちょ待って、なんて言ったら、なんて言ったらなんて言えばいい。村瀬君はなんて言うの。もういいか。村瀬さんが皆さんって言ったら、あ、よかった、合ってた。皆さんって言ったら、お疲れしたで返してください。返してください。まあ、僕らも言うといいですか。村瀬さんが皆さんって言ったらお疲れしたって返してください。お願いします。ありがとう。ここばっかりよね。じゃあ行きますね。よし、皆さん
お疲れでした。I'm gonna go.